ということで皆さんこんにちは。今日はね、ホタネやっていこうと思います。まあ普通に生きてる新イベの激給力ね。はい。なんかあんま最近こういうのやってなかったけど、ちょっとたまにはやっていこうかなと思います。はい。で、まあどういうクエストかっていうと、結構普通にやるとめんどくさくて、で、俺も最初やった時になんか結構慣れるまで大変ですね、みたいな。結構めんどくさそうですね、みたいなことをツイートしてたら、なんか、いや、これで行くと結構楽でしたよ、みたいなツイートをね、いただきまして、まあ、それ通りやったら、マジ、簡単だったから、やる気になったっていう話で。で、これ本当は、このクエストって、このネオギャラクシーの間に、まあ、そのマイン重力のキャラとかでスコーンってこう、はめていくクエストなんだけど、もうマナーとかが強すぎて、もう別にそういうのなん、どうでもよくなるっていう、そういう、そういうクエストになるっていうね。はい。いや、これマジ、なんかね、なんかもう普通にやれなくなる、これ、このやり方しだしたら。うん。これちょっと結構残っちゃってるけど、まあ友情拾える、このね、高杉とかで、ガンガンね。まあ、モーツァルト拾った方がいいのかな、こういう時は。はい。まあ、こんな感じで倒せますと。うん。で、明らかに普通に戦うと結構大変だから、俺はもうこれやり始めたらもうこれじゃないともう倒せないというかもうやりたくないっていう感じになってる。で、なんでかっていうと今回、そのなんか究極、っていうかそのなんつうの、降臨キャラを運極にするとなんかそのミッション達成みたいになって、なんか、降臨キャラ、そのね、最新のイベントの降臨キャラ、運極推奨みたいな、シーズンになってて、うん。なんか結構みんな、普段あんまやんなくてもやってる人も多いと思うんだけど、うん。なんで、ちょっと、今回は、俺も、ね、ホタルちゃん。普段はやんないよ、こんなタイムリーなクエストを普段は運極とかにしないけど、ちょっとやろうかなっていう気に。なってます。はい。で、まあ、まあ別に高杉じゃなくてもいいんだけどね。多分なんかそれっぽいなんか運極のやつだったら別にいいと思うんだけど、その重力マインの貫通とかの方がいいと思うけど、バチョークした、うん、とかの方がいいと思うんだけど、とりあえずでもまあ銀玉コラボね作っててよかったなって思えるよね、これでね。あ、雑魚倒しちゃうな。まあ、いや、友情でも結構削れるんで、まあ、本当は普通に雑魚で削るんだけど、普通に友情も通りまくるから、こんな風に、なんか割ともう、友情出しときゃいいや、みたいな感じでね、殴れるっていう。普通にやったら、あ、はまんなかったー、とか、なんとかって言いながら、やんなきゃいけなくて、ちょっと、考えなきゃいけないけど、マナー2体とか入ってると、もうなんか、友情の削りがすごすぎて、もうなんか、全然違うことやってる感じになる。はい。マナかなぁ、マナかなぁって言ってちょっと、あ、危なかった。そういうね、芸能人の名前なんですけど。まあ、とりあえずマナに当てて、余裕出していきゃいいや。はい。なんかこれだったら、回れるよね、多分。なんか、テレビとか見ながら。うん。そうだ、最初は、これも俺きついなぁと思ってたんだよ。で、あとは他のやつもね、今シーズン、その、特段は、だって、徳玉とか手に入るから、なんかヤドカリのやつとかもね、やっとくといいんだけどね、ちょっとそれは、まあそこまで、難しくないにしても、まあそれなりに時間をかかると思うんで、まあ、まったりやるしかないかな、という感じですね。これ、ネオジャラクシーだけは、
ちゃんとセットで倒しておかないと蘇生ずっとしちゃうから、そこだけちょっと気をつければいいぐらいかな。うん、はい、って感じでオラストゲージ、ホタネちゃん、まあ本当に本当に有料だったところは、まあ、終わるでしょう。いやでもやっぱ思うわな、マナ強えなって思う、まだ強えんだなって。やっぱまだマナの時代なんですわ。あ、SS 打つよかったわ。次でもうマナちゃん打つか。こんな感じで。はい、ってことで、クリアと。これどれぐらい集めたかな。なんかこのやり方し始めてから結構なんか、あ、周回してもいいかなっていうテンションになってきたから、結構集まってね。まだ16だったけど、でもこの調子だったら本当マジ全然なんか適当にやってても集まるんで、持久力がこの感じで集まるってなかなかないから、これできる人は俺は集めてもいいと思う。はい、ということで今回は久々のなんか普通のイベントクエストのね、持久力ホタネちゃんでした。はい、いかがだったでしょうか。まあ、ぜひね、まあ、いいじゃんっていうあ、これ楽じゃんって思った人はね、ぜひやってみてください。はい、多分なんかモーツァルト2とかでもなんかできるっぽいけどね、多分ね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。